じゃあ、まあ、その大変さとかそのご苦労のところはあると思うんですけど、じゃあ仕事をやってて、あ、これは良かったなとか、あ、まあ100大変なことがあったのまあ1ぐらいはあるじゃないですかあ、でも楽しいことは、楽しいことやりがいは感じることは意外にいっぱいあって、本当に、なんだろう、スクールの保護者とか子供からありがとうございますとか、子供がサッカー楽しくなってるんですとか、そういう言葉を言われるだけでも意外に嬉しいというか、でも昔から子供受けするからね。でも子供からそう言われるとやっぱり悪いもんじゃないですよね。やっぱり気分はいいですし、本当にやっててよかったなと思いますし、そういうところはやはりこう人と関わってる仕事なので、やはり関わってる人がこうなんかハッピーになるとか笑顔になるっていうか、そういうのは嬉しいですよね。その自分がそのやりがいを感じる部分もあるけども、その人のハッピーが、その一緒にこうなんか自分のやりがいと共有できるっていうか、っていうのはやっぱり嬉しいですかね。あと、あと本当になんか関わってる子供だけで話になっちゃうんですけど、子供の目標が達成できたとかっていうのを一緒にこうその問題に取り組んできた時間が長ければ長いほどやっぱり、嬉しかったり、本当に最初は全然泣いてて、混ざんない子供が、いつの間にか僕いなくてもサッカー楽しかったりすると、ちょっと寂しい反面、嬉しい反面みたいな、なんか我が子を見るような、そうそう、まあ、我が子いないから分かんないですけど、まあ、そんな感じです。なるほど、まあありますね。まああと、そうスクール、そう子供以外が、会社で言えば本当に自分の意見が通って。その事業が成功した時とかはやっぱり達成感は嬉しいっていう達成感はありますよね。やってよかったなとか、やっぱり終わるまで不安ですけど、そういうところはありますかね。なるほどね。なんか一つのスクールのというか、その指導者としての喜びだけじゃなくて、その仕事っていう企業という中で働く、はい、なんていうかね、そのビジネスマンとしての喜びっていうかそういうのも一緒に持ってるっていうかね。そうですね、まあ本当にどっちも一緒に、感じることができるので、はいいですね。いいと思います。でもね、本当になんか多彩だよね、なんかその、持ってる能力が。いや、そんなことないと思います。みんな誰でもできると思うので、たまたまそういう会社に入ってそういうことができるような立場にいるだけであって、意外にみんなできるかな。でも、本当にやりがいがあればね、みんな続けられると思います。なるほど。